戻った。一応見とくか。絶対あいつ黒幕だろ。あいつが黒幕だべ、キャラが。なんでみんなキャラって知ってんの。どうやって発見したんだろう、その名前は。これどっちなん、これキャラなの、これフリスクなの、それ、これって。まあどっちも似てるからな、見た目がね。本当に似てるな、あの二人ね、キャラとフリスク。でもこれどっちとも取れるな。でも多分話的にはまあ多分フリスクの方なんだろうけどな。でもこの絵を見るとさ、これなんかキャラっぽいよね。あのアズレール戦の回想でなんかこの絵が出てくるから、なんかキャラかなと思ったけど、すごいゲームだな本当。アンダーテルすげえな、マジすごいわ。あの本当に何もなくなってんじゃんこれ。じゃあ俺ちょっとね、やりたいやつがあるんだよね、一個。まあそれでおしまいにするかな、おしまいにするかまあわかんないけど。フリスク。この名前にするとあなたの人生は地獄になる。やりますか。はあ。やばいことになると。やるよ。やろうぜ、せっかくだから。ここだよね、ここに埋まってるらしい。キャラが。だからトリエルがここに持ってって埋めましたみたいな。らしいね。だからここにあいつがいたんで、アズリエルがいたの。で、こいつもいると。まあ、こいつは一緒だけど。ヤッホー、フラウィだよ。ふん。なんかほんと、変わってねえな、なんか。先輩の僕が教えてやるよ、ここの、ここの状況いろいろ教えてやるからよ。ハートが見えるか？それは君のソウルだ。レベルがあってそれを上げればな。欲しいだろ、レベルが。だからこれをな、取るとな。ここではこのラブっつのはよ、このホワイトのやつでよ、よう、やっとこうぜ。あ、you ready? いいよ、もうやってやるよ。今回俺いい子ちゃんで行くからも。You idiot. In this world, kill or be killed. こいつ楽しそうだな。こいつどういう気持ちなんだろう。なんでこいつこんなテンション高いんだろう。死ね。結局これかよっていうのが、何してもこれなんだ。ポン。さあ来るぞ。もうちょっと今回はちょっと優しくしたいな、俺はもう。もう俺この人傷つけたくない、俺はもう。なんてひどい人なの。こんなイノセントな子供をいじめるだなんて。心配しないで、マイチャイルド。私はトリエルよ。私はこう毎日見てる、毎日来てるの。誰か来てないかって。久しぶりね、ここに人間来るの。さあおいで。あなたをじゃあこっち連れてくわ。This way。でん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 。あー、なんか嬉しい、嬉しいっつうか、なんか。あー、デターミネーションで満たされた。てん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 。俺もやり直そうも。イノセントはようこそ。俺も一緒だべ。もう全部やり直そう、俺。もうね、心入れ替える、俺も。もうやだ、俺も。俺も絶対もうジェノサイドやんないから。もう絶対やんねえからな、もう。絶対やんねえ、もう。やったまるか。いやでもね、サンズ戦はね、でもサンズ戦すごい面白かった。面白いっていうなんかもう、すごい、まあ不謹慎だけど、なんかね、めっちゃ面白かった。あれ？ラベルがない、ラベルがないぞ。本当にハードモードじゃん。え、これセリフ大丈夫かな、セリフ変わってないかな。アンダーグラウンドのモンスターアタックしてくるわ。その状況にプレペアしなきゃいけない。ここら辺は一緒っぽいな。あ、なんか一緒だわ。ここら辺は一緒だな。ビビビン。トゥルトゥ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 、スペア。逃げれたらどうなの？逃げる。逃げました。お。あなた逃げた。それはひどいチョイスだわ。争い避けるのはいいことだけど、しかし、ダミーはあなたを傷つけられない。コットンで作られた。リベンジをする気持ちはないわ。まあいいわ。あなたをセーフにさせれば。
アナザーパズルがあるわ。あんの？ないべ。で、これ登場するんでしょ、あいつが。出てくるべ。てるってってるって。これ逃げたらどうなんだ？あ、こうなるんだ。へぇ。てるって。あの顔いいよな。あのトリエルの顔めっちゃ好きだよ、これは。てんてんてれでんてれでんてんてん。ここ超好き、俺は。俺の好きなシーンのアンダーテールのトップ10ぐらいに入るから。たまんねえぜ。なんかあれだな、もうたまんねえよ。こう謎のテンション。やっほー。心配しないで、置いてってないよ。私はずっとここにいたの。信じてくれてありがとう。だけどこれなんて理由があるのよ。あなたの独立力を試すためにやったの。じゃあちょっと行ってくるからよ。行ってくるからよ。ちょっとお前、ちょっとここにいろよ、お前。ちょっと、蹴ってあげるから。わかったか？なんてやつだ。やっほー、取れるよ。5分ぐらいなんか待ったら、なんかあのイベントつかなんか会話出てくるらしいよね。もう俺もそんな待ってらんないよ、俺も。まあ多分それあるだろう、探せば。なんか違うこと言ってない？アドバイスがあるぞ、バトルのモンスター。とても危険だ、モンスターが。この場所では最初のターンで逃げれないだって。こんななかったよな。他のオプションを使うんだ。へえ、やべ。お、信じられるか。信じらんねえ。なんだこれ。これあれじゃん、コアにいるやつじゃん、ファイナル。あー、どっちだっけ、こっちか。ミステリアスなことやった。ファイナルフロギットはこの世界で学ぶことがあると思ってます。デュル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 。すげえ。お、いけるか。なんだこれ、敵強すぎでしょ。なんでもコアのやつ、コアってもう終盤のやつじゃん。プレイかな。ホープがあるんだな。この曲かっこいいね、なんか。いける？もう戦いたくない。よーし、オッケー。7ゴールド。キャンディー持っていくわ。あ、じゃあ俺いい子だ、いい子だから俺1個しか持っていかない、もう今回は。もう1個だけね、もう。もうこれから持っていかないです。ちゃんと1個だけにします。もう崩さないです、私は。心入れ替えます、俺。トリエルよ、どっちが好き？シナモンかバタースコッチだ。バタースコッチ、俺はいつらもバタースコッチだ。ベベベベベー、トリエルよ、シナモンが嫌いってわけじゃないけどね。大丈夫かしら。ありがとう、答えてくれて。おう、次は誰だ。おお、新しいの来た。なんか新しい感じがしない。じゃあまたこう食べ。デデ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 デ、ハードモードすげえな。おい、最後で見ろ。これなんか目が開いてるときにピックオンをするとかそういう感じもしかして。まあいいや、どんどんピックオン、いじめない。お前は何を恐れてるんだ。恐れてるよ、俺は。自分の人生の恐ろしさによ、恐ろしいあれだよ。できねえじゃねえか、ピックオン。その通りだ。これどっちが正しいんだ。その時の気分やな、こいつは。わがまま系女子。お、強い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 、こいつ強い。やばいぞ、モンスターキャンディを使おう。さあ隠すればよかった。ヘロー、アレルギー持ってる？なんで聞いてるかって。特に理由はないわ。ドゥルドゥ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 。絶対落ちる。絶対ここで落ちる。あー、まああいつが黒幕かな。キャラが黒幕だろう、おそらく今までの感じだと。もともとあれでしょ、あのなんかダズリ、まあ、キャラが落ちてきて、この世界に。この世界に落ちてきました。アズレールと出会いました。で、キャラは人間かよ、なんか、叩きのめしたいみたいな。なんか人間たち滅ぼしたいみたいな、そういう感じだったよね。で、滅ぼしたいけど、なんかで、それでなんかアズレールの力を借りて、みたいな。違う、死んだのか、自殺したんだ、あいつ。なんか、あなたの。カエルたちがなんかさ、ニューホームで説明してくれたじゃん、なんか、あの、
アズレールたちにこんなことがあったとか死にそうなんだけど俺。やばいよ、俺死ぬよ。やめて。回復して。プレイする。プレイして回復する俺。頼むぞ。諦めるな。諦めねえ。あー、ほい。まあ、いけるか。よし。おいで。行け行け行け。ちょっと行け。戻させんねん。俺にアナザーステップ踏ませるの、お前は。頼むぜ。俺は真剣にこれやらなきゃ。俺は真剣にやるぞ。ポッピー、ポピー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 。おい、おい。死んだぞ。俺セーブしてなくね、俺。諦めてはいかんぞ、フリスク。ステイデターマインド。もうしょうがない。ちょっとルール破るわ、俺。持ってく。ごめんね。持ってくわ。持ってく。無理で。だってハードモードだ。ハードモードですもん。だキャラ病気にかかったっつったけど、キャラ病気にかかって、でそれでなんか、なんつうの、アズレールに、その、故郷のなんか町に連れてってみたいな、村に連れてってみたいな感じで。あ、これ前のやつか。よし。まあ、連れてってみたいな感じで頼んだんだけど、実はそれがなんかもう仕組まれたことみたいな。間違えたわ。パンピン、パンピン、これ逃げれる。逃げたいよ俺。逃げさせなさい私を。ほら別に逃げてもいいだろ俺。お前らそんなにあれなのか、俺戦いたいのか。俺も戦いたくねえ。もういくら俺がジェノサイドやる、ジェノサイドやったからっつってよ。お危ねえ。よし俺は使うぜ。えい、で実はそのキャラが病気になったのは実は仕組まれたことでしたと。なんでかっていうと、キャラはそのアズレールの魂を吸収してもっと強い強いなんか存在になって、そのパワーを使いたかったと。でそのパワーを使うと人間たちを滅ぼせるみたいな感じだった。でアズレールはまあそのなんていうの、まあその人間の町についてまあ攻撃されまくったけど、まあ結局その戦うのなんかまあなんていうの、まあ頑張って拒んだんだよね。で拒んで、で結局死んでしまってみたいな。でそこはなんかアルフィスとなんかアズゴアがなんかいろいろデターミネーションとかなんかいろんななんか魂の研究やって、でどうにかできないかなみたいな感じで、なんかまあちょっといろいろ実験やってみたら、なんかあのまああのあいつがお花ちゃんが、まあアズレールが生き返ってしまったと、花として生き返ってしまったみたいな。あでもこれ話全部繋がるの一応ね。だそれでジェノサイドでなんかそのなんつうの、まあ、復活してしまってみたいな。復活したけどその魂がなかったみたいな、そういうことだね。まあ、何も感じることができなかったっていう。あいつはもう何も感じることできなかったから、最初はなんかいいことしようとしたけど、だんだんなんか悪い悪いっていうか、なんかもう、まあ、なんか色、まあいつも、まあいつゲーマーだよね、とりあえず。あいつゲーマーだよ。だからいろいろやろうと思ったんだね。でないろいろ最初はいいことしたけどみたいな、最初いいことしたけどちょっとなんか悪いことしようみたいな感じで、だんだんそれなんか狂い始めてきたんだよな。よしブルキーブルキーってチェ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 、違う、励ます。へっ、でで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 でベターな感じがする。よし、じゃあ作るぜ。お前をがっかりさせる。そんな気分じゃねえんだ、総理。パンパンピンポン、ポピー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 ポ。励ましてね、ダメか。でで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 、てん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 、ペン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 。これやらせてくれ。これはダッパーブルックって言うんだぜ。いい感じのブルック。あ、ブルッキーだからブルックなのね。なるほど。おしゃれなみたいな感じだったっけ。で、これ攻撃したみたいな。攻撃したらどうなんだ。いいよ。お、G。ん？お。誰も来ないから来たんだが、今日はいいやつに会えた。まだ喋りすぎたよか。じゃあ、ドクトするよ。よーし。ベベ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 。じゃあ、俺はこのスパイラドーネートするわ。寄付するわ。いねえ。俺がスキップしたからだな。なんか変なやつがいる。なんだこいつ。スイッチ？フィックス？ライダウン？ひっくり返る？フィックスなのに直す？直す。直してみた。
ハッピーなような新しい見た目に。てってん、すごい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 、これきついな。うわー、マジでマジでマジで、マジか。スペア、俺のこと心配できない。大丈夫、お、いけた。危ないな。おい、ほい、ヘロー、クエスチョンがあるんだけど。は？バタースコッチ他になんか好きなものがあるかって、何聞いてるのかしら。あ、なんかちげえなセリフが。なんだ、ベベンベベン、ボビー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 。また変なの出てきた。ヒス、ヒスってなんだっけ、ささやくだっけ、ちげえな。デボーは食べる、スナック。ヒスって何のヒス、ヒステリックのヒス。おお、ビーチボールで遊んでいる。スナック、なんか聞き間違いしたみたいな。あ、これ食べる、これを食べるってことか。やる、ヘアスタイル変えた、パース。てんてん、この曲いいね。じゃあこれでスナックやればいいのか。お前スナックだな、お前のグリーンを食べろ。グリーン食べれなかった。これもう一丁、さあ来い来い。てん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 、でそれでもアズリエルとマキャラが死んだと思って王国はもう悲しんでしまったっていう。でそこでも話がつながってくるな。でそこでなんかあれだろ、まあ、いろんな人間がやってきてみたいな。で結局殺されちゃうんだよ、なんかいろんな人間がな、殺されてしまってみたいな。まあ多分7人ぐらい来てで殺されてしまってみたいな。でその後にフリスクが来たと。でフリスクをあのまあ、あのお花ちゃんが見て、あのこいつキャラとそっくり、そっくりっていうかもうキャラだと思い込んでたんだよね、ずっとね、思い込んでみたいな。これどこだっけ、赤だっけ。まあそこでまあ物語本編が始まるみたいな。まあ最後言ったもんな、キャラだと思い込んだみたいな感じでなんか言ったもんね。でキャラはそんなにいいやつじゃなかったみたいな感じで、もう言ったよね、言ったよな。よし、うっすー、ヤッホーヤッホー。どうやってここまで来たの、マイチャルド。めっちゃ大変だったよ、これ。強いよ、敵。ハードモードやばいよ。エニーロンか。スモールか。さあ、おいで。フリスクってやつやる、なんか名前にするとなんかハードモードにできるみたいな。らしいぜ。匂いかける？サプライズ。なんかちょっと違う気がするな、若干文字が。だからいや、あなたのサプライズがあるわ。一緒か、これよ。あなたの部屋よ、気に入るといいけど。ででんてんててんてん、なんか焼けてる。よし、くつろぐぜ、くつろぐぞ。俺もこの家行きたい、この家行きたい。俺もバタスコッチパイ食べたいぞ。俺もおいしいぜ、最高だぜ。でんてでんてでん。ちょっと待って、鏡見てみよう、鏡。絶対文字違うはず。It's you! これはあなただ。ほら !You と me で、ほら違うんだよ、なんか。あれキャラだったんだ、だから。これは私よってキャラが喋ったな。あとなんか赤い文字あったじゃん。ナイフどこみたいな。チョコレートはみたいな。あれもキャラらしいよ、あれも。キャラのセリフらしい、あれ。やっぱ乗っ取ってんだな、キャラがな。まあ、基本一緒だな。T ちゃんなりたかったの。だけどあなたがいてくれて嬉しいわ。家帰る。ごめんね。カラツムリどうだい、家に帰れる。すまん。スネイルは、ゆっくり喋るの知ってた？冗談よ。やることがあるわ。早い、負けないぜ。チュン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 、いい曲だよな。
ここちょっと怖いよね。初見だとめっちゃ怖いの、ね、なんかな。アンダーグラウンドに通じる出口があるわ。私はそれを壊しに行く。まあこれ以上人間たちを殺させないためにまあこう、もう俺だったらどうすんだろうね。なんかね、俺もここでもう生活するのか、する、うん、するかもしれないな。でも友達ねつまんないよな。サンズとかいてくんないと、やっぱなんかアンダインとかさ、アンダインパビラスアルフィス、やっぱいてくんないとあれだよな、あんまり面白くないというか、なんかまあ取れる全然いい人だけどな、すごくいい人だけどね。他の人たちと一緒にソリューションがあれば一個だけ証明してみなさい。強いってことを、生き残るために。まあ今日はいい子でいるよ俺は。よし頑張ろう。強くね？いや強くねえか。ちょっとマジからだから準備している。あれもうあれじゃん、すまんな。じゃあもうちょっと楽しむか。じゃああえて食ってみよう。よし行くぞ。強いよこれ。死ぬよ俺。あ、死ぬかもしれない、死ぬかもしれない。あれ食らなくなった。この曲なんかやっぱ トレールっぽいな。トレールっぽいなんかまっすぐさが現れてる。何やってんの、すまんな。だから攻撃したくないんだよな、優しいから。この人はどこまでも優しい。アズレールさんも一緒だったよね、こんな感じだったよね。何を証明書してるの。それがな、俺がな、心を入れ替えたってことを証明したいんだよ俺は。戦うか去りなさい。もうやだよ俺、殺してもね、本当に俺本当にやだ。俺本当にね、もう罪悪感半端なかったからね、この人やってしまった時に。やめて、やめません。なぜならな、俺にもデターミネーションがあるからな。そんな目で見ないで。Go away.家に帰りたいのはわかるけど、上に行ってちょうだい。お願いだから、ちゃんと面倒見るから。そんなにないけど、だけどいい人生送れるから。なんでそんなに難しくするの物事を。お願い上に行って。この顔めっちゃ可愛いよね。は変でしょ、一人の子供ですら作れないのよ。それもじゃあ昔のことも含めて言ってんのかね。いや、わかった。ここにずっといたらあなた幸せじゃないものね。この遺跡はとても狭いから。だからあなたが成長したとき、とても狭く感じるに違いないわ。私の予想、私の孤独、私の恐れ。あなたのために、私はそれを横に置いとくわ。おなあ、ちげえ。なんだ誰だ。これはハードモードの終わりだぞ。トリエルの顔が面白すぎる。ええ終わりにすんの今こんなドラマティックな瞬間に。そこはちょっと難しい。あれだな、バレットじゃないと。しかしこれは終わりだとアクセプトしなさい、受け入れなさい。でもなんかまだあるんでしょ多分。その答えはハードモードだけに。難しいと。てんてれんてれれんてんてれんてんてれん。へい、なんだよ。お前、なんか死んでるか、それともなんかしてるべきじゃないのか。うん。もう今更なんなの。じゃあ、お前どうすんの。ふん。じゃあ、他のパイ焼くわ。最後のやつちょっと焼けちゃったし。あれは良かったよ。理論的には。何の話だって。俺、全部食ったわけじゃないからな。お前らが戦ってる時に。デンデデンデンデデンデデデン。ドン引きした。あー、ドリエル。トリエルどっか行っちゃった。
えい、えい。もっとなんかパイ食える、食えないか。全部食うんでしょ。俺は助けられるぜ。スノーイング、いびきかくのが、それは助けにならない。俺はいびきかいてないよ。お前の、俺は励ましてるんだ。まだ、まだいるか。まだいるのか。あ、俺に、あ、こっちの話書いてるのか。お前なんか他にやることねえのかよ。おい。なんだよこれ。終わった、終わったのか。アンダーテイル、ハードモード、カミングスーン、メイビードントカウントオンリー、そんなあんま期待すんなみたいな。ハードモードまだ出てないよね、だってね。終わりかこれ、終わりか。うん、まあ、こういう方がいいな、なんか。やっぱジェノサイドね。おお、よっす。来たわ。へい、なんで。何やってんだ。あいつ死んでるべきじゃないの。いいよ、そんな。あの部屋で待ってるんだけどさ。なんで、ハードモード？うん。写真撮った方がいいよ。君のことクールだと思うよ、きっと。なわけないだろ。うん。本当に一生懸命だね。弱っちいやつって言うんだよ。あ、そう。おい、お。で、それで、お前どうすんの。終わりよ。It's over。 はは、知ってるよ。なんでこんなみんな恩着せがましいんだよ。お前の言い訳は何だ。ここに座ってんのか。他にやることは。もうそれは俺が言った。どっか行っちゃった。アンダーテールね、でもまあ確かにすごかったわ。すげえゲームだった。終わった。ん？おう。ほんとね、すごい。ちょっとこっちでいいや。俺は家にいたい。俺は家でちょっとゆっくりしたいもん。ほんとすごいゲームだったわ。なんかね、なんつうの、明るい。俺が最初やったルートがもうなんていうの、明るいみたいな、なんかすごく明るくてみたいな、だから完全に対照的だよ。ジェノサイダーなんかすっごい対照的っつうの。だから俺すっごいもう後悔したんだけど、やったことをなんか最初にめっちゃ後悔して、もうなんか本当もうやめようかなって、結構なんか真面目になんか真剣に考えて、なんかもうやめようみたいな感じで、もういいやみたいな。あ、まあやってよかったかなみたいな。まあちょっとかわいそうなことしたけどね、サンズには。サンズと他の人たちになんか結構まあひどいことやっちゃったけどみたいな。まあ楽しかったのも事実なんだよな。だからこの後何が待ってんだろうみたいな。だアンダイン戦もすごい熱かったし、だサンズ戦もすごいなんか熱かったし。だそれによってなんかすごい、なんつうの、モンスターたちのすごい、なんつうの、まあ、裏の面っていうかさ、すごくいい面が見れたっていうか。だからさらにまあ、あ、かっこいいってすごいなんか思うようになったし。だ逆にまあ、だこれがあった、あのルートがあったからこそなんか、映えるっつうかなんか、まあ、まあ多分こんだけまあ人気あんだろうなみたいな、まあだからこそ人気あんだろうなみたいな、まあそういうのもなんか分かったしね、そういうのね。まあ確かにアンダイもかっこよかった。パピラスもかっこよかったしね。あいつすげえよな。お前のことを信じてるってなんか、あれも半端なかったな。だけど結構心へし折りに来てるよね。だやめろっつってんだよな。トリエルもパピラスもやめろっつってんだよね。その自分の罪悪感に訴えかけて。でその後まあなんかもうそのまま突き進むから、もうアンダインも止めに来てるし、サンズもなんかもうやめろみたいな、もうなんかもう、まあ、復讐とさ、俺に対する復讐となんかまああとなんだろう、まあ普通にまあ止めに来てるみたいな。なかなかすごい、ほんとすごいゲームだったわ。あとまあいろいろまああるけど、まあ気が向いたらそれはやるわ。なんかまあ細かいことまだあんだけどね、気が向いたらやります。もうざっとやってるじゃん。まああとジェノサイドもやんないからやらん、知るか。あーよかった。まあでも終わったからよかった。もうどうしようかなと思ったもん、ちょっと。ではまたどっかでお会いいたしましょう。 See you。